SM75 サボイアマルケッティ SM75 サボイアマルケッティ SM75 は1930年代と1940年代のイタリアの旅客機軍用輸送機である。本機は低翼単用の基金混合構造でオリン式の引き込み光着装置を持つ3・発機であった。SM75 はサボイアマルケッティ S73 の代替となる 中距離用の旅客機と貨物機を探していたイタリアの航空会社アラリットリアからの要求に応えて設計された。SM75 の設計者であるアレッサンドロ・マルケッティは S73 の基本構成を踏襲したが空気抵抗を減じるために引き込み式の膠着装置を採用した。SM75 の機体は交換フレームをハフと後半で折った構造で 動力の表面は合板張りであった。搭乗員は4名で客室には25名までを搭乗させることができ、離陸距離の337メートルとより短い、着陸距離の280メートルは滑走路の短い2 0 0 9の飛行場からも運用できることを意味していた。SM75 は高度3400メートルで559キロワットを、 発生するアルファロメオ 126RC34 空冷製型エンジンを3機備え、高度1800メートルで641キロワットを発生するアルファロメオ 126RC1814 気筒エンジンを装着した11機は SM75 ビスと命名された。レジアエロノーティカは SM75 に強い関心を示し、これが軍用基盤の開発につながった。 この軍用基板は、客室の窓がなかったが胴体背面重頭が据え付けられるように補強パネルが取り付けられていた。SM75 よりも大きな搭載量を持つ、このモデルは3機のアルファロメオ 128RC21 エンジンを装備し、サボイアマルケッティ SM82 として軍務に就いた。イタリアの航空会社ラティは1939年に最初の SM75 を 受領、1940年に SM76 と解消。サボイアマルケッティ SM871939 年に SM75 の水上基板が SM87 として製造された。7 4 6ットのフィアット A80 を装備し、最高速度時速3 6 5キロメートルと、巡航高度6 2 5 0ル。 航続距離 2200km で4名の搭乗員と24名の乗客を搭載した。4機製造。SM90 は SM75 により強力な 1044kW のアルファロメオ 135RC32 エンジンを装着した型で SM75 よりも長い胴体を持つ。1機製造。SM75 側は3機の641。 キロワットのアルファロメオ128エンジンを装備し、1100キログラムを搭載して7000キロメートルの距離を飛行できる分の補助燃料タンクと高性能無線機を備えていた。SM75 側4名か5名の搭乗員と200キログラムを搭載して3500から5000メートルの高度を時速298キロメートルで8 0 0キロメートルの距離を飛行することができた。 SM75 は1937年11月にピエモンテ州のノバーラで初飛行を行い、1938年にアラリットリア航空で1939年にラティ航空でヨーロッパと南アメリカ路線に第二次エチオピア戦争でのアビシニア占領後にはローマアディスアベバ路線にも就航した。SM75 は4名の搭乗員、17名の 乗客とその荷物を搭載して、高度4000メートルを持続時速,速362キロメートルで 1721kms の距離を飛行する能力を有することを、安々と証明してみせ、ペイロードを搭載しての距離間速度記録と、周回航続距離飛行の世界記録をいくつか樹立した。一機の SM-75 が無着陸飛行記録挑戦のために改造され、 1939年に約1万 2000km を飛行して記録を樹立した。1940年6月10日にイタリアが第二次世界大戦に参戦すると民間の SM-75 を使用したイタリアの海外植民地への補給任務は続けられ、これは戦争の進行につれて規模が縮小されていったが1943年9月8日の イタリアと連合国との講和が発行するまで続けられた。民間の SM-75 は南アメリカでイタリアが米国に宣戦線布告する1941年12月まで運用が続けられていた。1940年6月にイタリアが第二次世界大戦に参戦するとレジアエロノウティカはアビシニア、イタリア領ソマリランド、 エリトリアといった英国支配地域と英軍に囲まれた東アフリカのイタリア海外領土との連絡を維持する航空機を必要としていた。入手可能な SM-75 は 12.7mm ブレダイコールセイハット機関銃を装備したカプローニランチア銃刀とそれを操作する5人目の搭乗員を追加されて運用機化された。心臓の SM-75 は 最大24名の兵員を長距離運搬能力と旅客機型と同等の性能が発揮できるように設計し直されて製造された。特別任務、編集主にプロパガンダ目的のために幾度かの著名な飛行任務が実施された。アスマラへの宣伝ビラ投下任務、編集1942年1月にレジアエロノーティカの最高司令官将軍は ローマ東京間の長距離飛行の計画を立て始めた。最近の南アメリカと東アフリカにおける長距離飛行の経験を操縦士と共に検討した。結果、この任務には防御武装と自動防老燃料タンクを装備しても優れた。航続性能により SM-82 や SM-83 よりも、この飛行任務にはシリアル番号、 MM6537 の SM75 が選定され、長距離型の SM75 がの初号機に改装された。SM75 がの最初の任務は、東アフリカの元イタリア占領地域。現在は、英国の支配地域上空で、イタリア入植民へ。ローマは、君たちのことを忘れはしない。我々は、必ず戻ってくる。と記した宣伝ビラの投下であった。 機長のアメデオパラディシ中佐が操縦し5名の搭乗員が乗った機体はローマからリビアのベンガジへ飛んだ。1942年5月7日17時30分に SM-75 がはベンガジから 2700km の第一レグへ出発した。計画通り 3000m を飛行していたが悪天候のためパラディシーは 4000m に高度を上げた。10時間20分後、 SM-75 がエリトリアのアスマラ上空に到達し、宣伝ビラを投下した。その後、計画ではベンガジに戻る予定であったが、パラディ氏は直接ローマに帰還することに決め、当初は高度3500メートルを飛行していたが後に燃料消費を最小に抑えるために5200メートルに高度を上げた。この任務の全工程は28時間に及んだ。 ローマで整備士が機体にいくつかの試験を実施したが、ローマに到着して2日後の1942年5月11日に SM-75 がは、ローマからグイドーニア・モンテチェリオへの 50km の搬送飛行中に全3機のエンジンが同時に故障した。パラディ氏の緊急着陸により機体は破壊され、パラディ氏自身は足を失ったが、その他の搭乗員は負傷しなかった。 ローマ東京間飛行、編集1942年7月の東、アジア訪問時に SM-75 が RT 機の前に立つ、搭乗員と日本の当局者。SM-75 が初号機を失った後で2機目の SM-75 が、第二次世界大戦中のローマ東京間飛行用に SM-75 が使用に改装された。 1942年6月9日に準備が完了し SM-75 が RT と命名された。操縦士のアントニオ・モスカテリ中佐が任務全体の責任者に任命されるとともにイタリアは英国が既存の暗号を解読していると確信していたため、イタリアの航空技量を宣伝するために日本と数軸国の間の通信に新しい暗号を用いた。 イタリアと戦争状態にあったソビエト連邦領空の数千キロメートルを飛行する必要性と著しく長距離の飛行の実施ということがこの飛行を困難なものとしていた。モスカテッリ操縦の SM-75 が RT は1942年6月29日5時30分にグイドーニアを離陸し、その日のうちに2030キロメートル離れたドイツ。 占領下のウクライナのザポリージャにある数軸国が使用できる最東端の飛行場に着陸した。日本を困惑させることになるような書類や証拠品を持たず、搭乗員はもし適領域に着陸せざるを得なくなった場合は、機体と証拠書類を焼却処分するように命令されていた。重量2 1 5 0 0ラムのうち1 1 0 0 0グラ1 0 340リットルの燃料を搭載した過重状態の SM-75 が RT がザポリージャの700メートルの草地滑走路から離陸するのは困難で危険をはらんでいた。厳格な通信封鎖が実施され、ソ連軍の対空砲火、悪天候、ソ連軍戦闘機との遭遇にもかかわらず、夜間を無傷で過ごし、アラル海北岸、バイカル湖の縁、タルバガタイ山脈を通過し、 ゴビ砂漠上空を横断した。地図上のソ連領内の位置が不正確なことが分かり、モスカテッリは発見されることを避けるために、高度を5000メートルまで上げなければならず、これにより予定よりも早く機体に備えた備蓄酸素を使い切ってしまった。モンゴル上空では砂嵐にも巻き込まれたが、1942年6月30日22時に、搭乗員は黄河を死認し、 最後の燃料を使用してザポリージャから東に 6000km にある日本占領下の内モンゴルパオ島の海抜 1000m 以上にある 1300m 滑走路に1942年7月1日15時30分に着陸した日本の空域内で安全なように日本の標識が施された機体は通訳を同乗させ東京への 2700km の最終レグを した日本側としてはソ連を刺激しないようにこの事実は内密にされ、モスカテッリ中裁下も事実上日本で軟禁されたような状況に置かれた。またキロに辻正信陸軍中佐の同情も要求したが、これは定調に断られた。1942年7月16日に SM-75 が RT はキロにつき、パオ島に到着すると、日本の標識は、 イタリアのものに再度変更された。1942年7月18日21時45分にパオトを離陸し、往路をたどり29時間25分の対空6 3 5 0トルを飛行して、ウクライナのオデッサに着陸した。この後、モスカテッリはグイドーニア・モンテチェイリオまで機体を飛行させ、この任務を完遂した。 外交上の理由による日本の不同意にもかかわらず、イタリアは1942年8月2日に、この出来事を公表し、二国間の関係は冷え冷えとしたものになり、イタリアは再びこの長距離飛行を行おうとは、しなかった。アビシニアへの爆撃任務、編集1943年に、アビシニアのグラの飛行場に駐留する米国の、 爆撃機を破壊する目的のためだけに SM-75 から製作された2機の SM-75 がが爆撃任務に従事した。3000km 以上彼方の目標に到達するために2機が 11000kg の燃料を搭載し、4つは爆撃標準機と 1200kg の爆弾を搭載可能な爆弾層を装備するように改装された。 ビッダとペローリという名の将校に引きられた最も熟練した搭乗員がこの任務のために選抜された。爆撃任務は1943年5月23日6時30分に当時レジアエロノーティカの最東端の飛行場があったロドス島から開始された。空虚重量が1 2 0 0ラムの機体は離陸時の重量が2万4 0 0 0ラムにもなっていた。 SM75 ガのエンジンは出力性能よりも高速性能と経済性を重視した調整がなされていたため燃料と爆弾を搭載した過重状態での離陸は困難であった出発当初は低空で飛行し10時になって改造型 SM75 ガは高度3000メートルに上昇したかなりの燃料を消費してしまっていたペローリ機は ポートスーダンに爆弾を投下し、23時間、対空した後の1943年5月24日5時30分に、無事ロードス島に帰還した。その一方で、ビル・ラキは短期で飛行を続け、前線のかなり後方に位置しているにもかかわらず、重防御が施されたグラヒ工場の上空に18時45分に到着し爆弾を投下した。 一発が10日に失敗して機内に残され爆発の危険があったが、ビルッラキの任務は成功し、6600km 以上を飛行し24時間15分、滞空後、ペローリキに遅れること1時間15分の1943年5月24日6時45分に、ブジロードス島に帰還した。イタリア共同航戦空軍、編集1943年9月に、 イタリアが連合国に降伏すると数機の SM-75 がイタリア共同抗戦空軍に収益し戦争の残りの期間を連合国側で戦った。イタリアはハンガリーの航空会社マラートで就航するために5機の SM-75 をハンガリーへ輸出した。ハンガリーが第二次世界大戦に参戦するとこれらの機体はハンガリー空軍で使用された。 1943年9月にイタリアが連合国に降伏するとドイツは数機の SM-75 を接収してドイツ空軍で収益させた。SM-75 民間旅客機と貨物機、後に数機がレジアエロノーティカ向けに軍用機に改装され貨物機と兵員輸送機と,送機として使用された。SM-75 ビス民間旅客機型 SM-75 のエンジン強化版。 SM-75 が SM-75 の長距離型 SM-761940 年にイタリアのラティ航空に納入された機体の名称 SM-82SM-75 を原型として開発された軍用機。主翼や尾翼や膠着装置などを SM-75 から流用し胴体部のみ再設計。輸送機と爆撃機として使用された。 SM-82PDSM-82 の派生型。長距離飛行記録専用機。周回飛行で 12,935km の無着陸飛行世界記録を樹立。SM-87SM-75 の水上基板。SM-90 エンジンを換装した。SM-75 の長胴型。ドイツ国ハンガリー王国イタリア王国イタリア王国。ハンガリー王国。 ありがとうございます。